ラトゥーシュイコールトレビルは、フランス海軍のジョルジュレーグ級駆逐艦7番艦。艦名は、ルイルネ・マドレーヌ・ド・トゥーシュイコールトレビルに由来し、この名を受け継いだ、フランス軍艦としては3代目にあたる。ラトゥーシュイコールトレビルは、DCN ブレスト交渉及び、ロリアン交渉で建造され1984年2月15日に、寄港、1988年3月19日に、浸水。 1990年7月16日に収益する。1989年9月30日にソミュールと命名都市の関係を結ぶ。ラトゥーシュイコールトレービルはブレストに配備され対戦線を主任務とし、海洋における初任務にあたる。1991年の湾岸戦争や2002年5月から7月にかけての普及の自由作戦でアラビア海に展開する。 2004年1月15日に F796 コマンダンビロと共にアジア航海を開始する。1月下旬にオマーンサラーラ、2月上旬にモルディブマレ、2月中旬マレーシアクラン、2月末から3月初旬に日本、横須賀、3月上旬に大韓民国、ニガワ、3月中旬中華人民共和国、チンタを、 3月下旬シンガポール、4月中旬オーストラリアフリーマントル、4月末レイユニオン、5月にマヨットからジブチに寄港し5月28日にトゥーロンに寄港する。2006年11月にロンドンを訪問、2008年にはレバノン沖合において海上阻止行動に従事し、2009年秋にはナト o 各国を訪問し、帰国後は定期整備に入る。 ありがとうございます。